ホテルエミシア札幌は札幌市や津別区にあるシティホテルである。前身は旭川市に本社を置く専用路市を核とする地場系総合企業の東映が開業した1996年開業の新札幌パレスホテルと同系列。新札幌副都心開発の第三期事業として建設され、当時は札幌市内で最も高い建物であった。 現在の名称のエミシアはエミエミと幸せ幸せを組み合わせた造語であり、ホテルを利用するすべての方のハッピーネスにつながることを込めたものである。当初建物を保有して運営に当たっていた東映は本業収益の低下と不動産事業の失敗、メインバンクだった北海道宅食銀行の破綻に伴って新規融資が受けられなくなり、2003年1月28日に 自主債権を断念し民事再生法を申請した。投資施設を含む3ホテルの運営は継続され、ローンスタージャパンに、マルカツデパートや、ケーブルテレビ局などとともに売却されて経営権が移行したが、営業は継続された。現在は、ソラーレホテルズリゾーツを経て、ホスピタリティオペレーションズが運営している。客室レストランウェディング宴会。 会議リラクゼーションその他地元の北海道新聞社を含むブロック市三社連合主催の将棋、囲碁のタイトル戦の開催実績を持つ。新札幌副都心にあり、周辺には新札幌アークシティやサンピアザ、地域、医療機能推進機構札幌北新病院などがある。ありがとうございます。